声出し応援解禁になります。あのバックスタンド中心に通常と異なるオペレーションになってまいりますので、この試合成功を収められるように各所忘れ物等含めて、しっかり準備をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、準備から始めます。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。これを知らずにたくさんの方夢パスで入ると思うので、ここだけはちょっと注意をしていただいて。すいません、はい、忘れてくれます。じゃあスパイクに行きましょう。何とかりません。やっぱりどうぞ。ミラクルマスカルユッケーメダリーミラクルマスカルユッケーキリタンポとゴリ学校のグラム。はい、それでは行きます。どうぞゆっくりと。はい、会場となりますが、走らずにゆっくりとゆっくりと進みください。走らないようご協力お願いします。では、もう勝つのは松戸でこちら通過お願いします。松戸で通過お願いします。日本初の声出し応援適用試合です。担当としても早の日に初めて戻していただいたスタジアムで声援を浴びることになると思います。そのあたり思いはいかがですか。やっぱりファンの人たちが、サポーターの人たちが徐々にこうスタジアムに戻ってくる。でその中で声を出す応援があれば、もう本当にすごいいい雰囲気になるなっていうことを感じてたので、今日リーグ戦最後ですけど、そういう雰囲気の中でぜひ、選手たちには躍動してほしいと思います。Thank you.
けて、僕も本当こうちょっと試合前うるっとしちゃいそうなぐらい感動して、まあ絶対勝とうと思って試合に入りました。選手もその意思でやってくれたと思います。